大一番を前にしました高木選手です。高木選手、このシリーズの締めくり総決算です。頑張ります。どういう気持ちで天竜選手にぶつかっていきますか。まあ、ガンガン前に出るだけですね。頑張ってください。高木勲を目覚めさせた張本人天竜源一郎の入場。90年幕開けのこのシリーズは天竜の炎の新革命によりまして熱く激しく盛り上がりました。天竜はやはりまさしくすごい男です。高木に火をつけ正規軍との全面戦争にまでボルテージを上げてまいりました。天竜ファンを愛しプロレスを愛し勝負に妥協せず極限まで燃える天竜、待ち受ける高木勲、本当の革命はこれからが本番だという言い放った天竜源一郎、今登場。後楽園物語第7幕の新春ジャイアントシリーズの最終戦、とうとう第1幕から第7幕までやはり主役は天竜源一郎が演じます。今夜こそ全身全霊のファイトです。高木90年期待される男たちに喝を入れました。天竜源一郎、45分の一本勝負であります。さあ後楽園物語はどういう形で終焉を迎えるんでありましょうか。天竜対高木の遺恨勝負、いよ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 始まります。さあおっと高木がけしかけたがキックで返す。天竜腕を取った。今度は高木が力でドロップキック当たらない。天竜冷静、エルボー当たらない。両者当たりません、両者当たりません。さあ今度はスペインキック、これは耳を捉えた、バックを取って邪魔。高木先生ヒット、高木先生ヒット。これでペースをつかむか、自信をつかむか。今度はサイドのヘッドロック。さあ今度は天竜が激しく当たるが高木のパワーが打ち勝っています。天竜倒れました、頭を振っています。高木ペースをつかんだ、またがっちりと太い腕でヘッドロックであります。さあ天竜対高木、高木勲に竹内さん攻める自信が出てきたとはいえですね、正直言いまして天竜にはまだまだ勝てない。高木にしかし失うものは何もないんです。竹内さん、ポイントはこのどうでしょう、高木の怒涛の反撃、これにつきますかね。そうですね、どこまで突っ込んで出ていけるかですね。はい、序盤戦です。試合はまだ始まったばかり、いいペースを取っておりますが、天竜がすごい睨みを効かせますが、これはいい気合ですね。エボー3連発、いった、高木が前に出る。今までこんなことはなかった、すごい勢いだ。高木の顔つきが変わっています。殴りかかる、まさに殴りかかる。もう最初から死闘を演じております。その高木勲、ブルーのトランクスが今日はっきりとしています。今度はパワーボムか、まさか天竜のお株を奪うか、うまくリバースで切り返した天竜。ここで今度はキック、しかし一発で立ち上がった、表を向いたら喉元へチョップ。天竜の凄まじい攻撃が当たっています。顔を押さえるようになりました。ここで反撃が出ないか、左のエルボー、いずれも当たっている。うわっと、ここで天竜はちょっと落ち着いておりますが、今天を仰ぎました。この高木のパワフルな攻撃にも耐えた天竜でありますが、天竜選手も効いている、今のは効いたなという表情をちらっと見せましたが、ここで反撃に出るのが天竜らしさ。足を取ってしっかりと抑えようとしています。さあまたキック攻撃、防戦一方になりつつありますが、ここでどこから反撃の糸口をつかむか。今度は額へ、また容赦のないキックが飛んでいきました。さあ怒涛の反撃がここで一瞬なくなってしまいました。汗が光ります高木勲。ここの反撃体制なんですけども、前に出てほしいですね竹内さん。ここがですね、高木選手の大きな課題なんですよね。高木反逆時となってくれ、天竜に全身全霊のファイトをすることが天竜へのお礼なんです。天竜のパワーボムでもいい、円錐でもいい、万字でもいい、何でもかんでも仕掛けてほしいと思いますが、天竜今度は受けます。高木ドラッキック130キロで飛ぶんです。熱い胸に飛んでいきました。もう一回、今度はラリアット、思い切って打った、力強い。高木130キロラリアット、豪快に決まりました。今の力強いラリアットはいいですね竹内さん。この後ですね、はい、動きを止めないことですよね。キャンバスにぴったり足をくっつけていますが、今度は前蹴り一発、天竜であります。天竜もちょっと苦顔顔、おっと泡を吹き出しました。天竜、あ、高木が泡を吹き出しました。それほどダメージのきつい、攻撃なんです。今度は円錐蹴りであります。さあ何でもいいから前に出ろ、高木であります。あのアブドラゾブッチャーの140キロを投げたモンキーフリップでもいい、力があるんです。今度は顔面キック、顔面強打であります。
本当にも高木の額はもうギザギザになっております。さあここで一気に天竜のペースか、おっとフェースバスターというか、フロントレックチャンスにですね顔面攻撃に出ました。デデーテー天竜しっかりと抑えかかっております。まあ、竹内さん、このシリーズをちょっと振り返りたいんですけれども、開幕戦相変わらず天竜の猛攻が続いている。しかし我慢する。場外に送り出された。開幕戦天竜に爪釣りに上げられた高木は翌日入場の天竜に体当たり襲撃。この角度でした。さあ天竜が椅子を割った。背中また容赦ないすごい攻撃が始まっている。耐えられるか高木、耐えられるか。以来新春ジャイアントシリーズ20戦のうち15戦を天竜と戦い抜いた高木勲であります。竹内さんね、天竜の口からはですね、まだまだ高木は甘い、もっともっと俺を襲ってこい、そういう発言から高木は薄だ、叩かれれば叩かれるほど味が出るに変わりました。一方の高木選手の口からはですね、天竜さんに痛めつけられて勝負の感覚がつかめてきた、この勝負は肉を切らせて骨を断つつもりでやりますと、今までの高木選手とはまるで違う発言をしてるんですね。その気迫をですね、今日は見せてほしいですね。そうですね、倉持さん、はい、どうぞ。この全日本陣営です、まずマイキー井上選手、いい試合をしてると、ずっとやっていて、天竜選手やっていて、はい、自信がついたんだろうと、根性がついたんだろうと、こう言ってます、はい、成長したなということですね。なるほど。だから歌舞伎選手もガンガンすぐ反撃するところがいい、このようにですね、反撃するところがいいと、このように言っています。高木のがむしゃら攻撃が始まりました。ヘッドパットを何連発打ったでしょうか。若林アナウンサーのリポートが入りました。コーナーに追い詰めた。今とはまるで反対だ、今とはまるで反対だ。これがスピンキックも当たっている。これが高木の本当の、定位置なんでしょう。さあ天竜がコーナーにうずくまっています。体当たりバーッと、あっというのに相手をバカにしたようなフットワーク。天竜相手の動きを見てるんです。さあスピードをちゃんと計算してるんです。そこが天竜です。今5分が経過いたしました。さあ逆水平、天竜のまた猛打が始まりました。今度は円錐キック、円錐キック。まあ竹内さん、この一連の流れ、ここまでの経過を見ますと、天竜が仕掛けた一連の過激なプロレス、おっと足をすくいます、過激な、おっと今度はテキサスクローバーか、サソリですね、サソリ固め、長州にアピールしているようなサソリ固め、ギバッ、サソリ一発、サソリ一発、驚きました。一瞬の今日疲れました。天竜のサソリ固め、スコーピオンデスロック、高木に対しまして今までの一連の勝負の中では一発も見せなかったスコーピオンデスロックでフィニッシュ。あっという間の幕切れでした。竹内さん、どうでしょう。これはですね、天竜選手はですね、高木選手を度外視して何か自分自身の強いアピールを見せたような試合でしたね、はい、天竜が高木に胸を貸した勝負、見事返り討ちに切って取りました。竹内さん、天竜のレスリングというのはこの一切の戸惑いもなく生命を断ち切ってしまう、そういう感じのプロレスですね。まさに容赦なしですね、やる気のあるやつが真正面からぶつかり合う、分かんないやつは目を開かせる、そう天竜は言っておりました。天竜選手の90年、最初のスローガンは身を盗んだと言っていいんでしょう。次なる強敵は誰なんでしょうか。リングサイドの井上なんでしょうか、歌舞伎なんでしょうか、それとも田上なんでしょうか。次期シリーズにも波乱が広がっていくようなそんな感じですが、あっという間の5分41秒、天竜見事な勝ちっぷりでございました。